半導体の国家プロジェクトを推進するために協定を結んでいる北海道と熊本のニュースです。観光でも交流を生もうとチャーター便が運航されることになりましたが、2つの自治体で大きな差が。週末の札幌市イベントの会場で人だかりの中心にいたのは、熊本からやってきました熊本県営業部長兼幸せ部長の熊本です。なんで熊本こんなに可愛いからです。たまたま東京で実物を見てハマりました。この日くまモンが北海道にいた理由は半導体です。台湾の大手半導体メーカー TSMC の工場がある熊本県。一方北海道は日本の大手企業8社が設立した半導体の新会社ラピダスが進出。国家プロジェクトとして半導体関連企業が後押しされる熊本と北海道は去年8月連携強化に向け協定を結びました。これを機に観光での交流も期待されるとしてチャーター便の運航が決まりました。ところが2月のチャーター便は熊本から札幌に向かう便は満席に近かった一方、札幌から熊本に来る便は6割ほどしか席が埋まりませんでした。そして来月運航予定の便も札幌に向かう便は100席以上が予約済みですが、熊本に来る便はその3分の1ほどです。なぜなのか。北海道の人に熊本の印象を聞くと、何があるかがあんまり分かんないです。熊本とか熊本城とかは一応ご存知ではあるんで、他に何か出てくるところがありますか。さつま揚げ。鹿児島じゃないですもん。長崎と福岡と佐賀は行ったことあるんですが、熊本はないんです。行くチャンスがなかった。ないですね。札幌からだと遠いですからね。15回ほど熊本に来たという先ほどの親子も、行くまで天草も長崎だと思ってます。もうちょっとね、宣伝すればいいんだけど。この状況を県はどう見ているのでしょうか。お願いします。利用状況の差が結構ありましたよね、はい、それどういうふうに受け止めてますか。やはりその認知度というか、そういったところに少し現状では開きがあるのかなと。熊本県、まあ、温泉とか食とか、まあ、雄大な阿蘇とか天草とか、そういったところの観光コンテンツ多く有してますんで、そういったところの PR。 現実を受け止めた上で、さまざまな媒体を使い地道な PR をしたいと語る県。半導体をきっかけに生まれた北海道とのつながりをチャンスに変えるため、漫画やアニメを使うことにも力を入れるといいます。まさに千載一遇のチャンスといいますか、そういったところで我々としてもこの機会を捉えて、まずは足元の取り組みをしっかり進めていきたいなと思っています。ちなみに北海道民の皆さんが去年どこに旅行に行っていたのか気になって調べてみたんですけれども、はい、九州地方への旅行者は延べ29万5千人でした。ちなみに関東地方へは延べ239万人、近畿地方へは延べ69万人ですので、現状を下回っているということになるんですね。ただ半導体産業のつながりをきっかけに、これからどう戦略を立てていくのか鍵になりそうですね。そうですね、まさに今が観光客を呼び込むチャンスを迎えています。このご縁を最大限に生かす県の取り組み期待しています。